台湾海峡、向かい合う台湾と中国本土、国密計画は1950年代から1960年代にかけて中華民国の国民党政権が企画した中国大陸を支配する中華人民共和国への反抗作戦。1949年に小介籍率いる中国国民党政権は台湾へ撤退したが、 国民党政権はその後も中国本土への反抗を格索していた。1959年に中国共産党が大躍進政策の失敗によって経済的に疲弊し、それの責任を取った毛沢東が国家主席から退任し、また中祖対立が深刻化すると国民党政権は大陸反抗の機会を得たと判断し、具体的に政府及び軍部に 大陸反抗のための組織を設置し、反抗作戦の実行に着手した。小介析は九百五十九年元旦の演説において、大躍進政策による人民公社を人類史上空前の奴隷制度と呼び、また九百五十九年三月に発生したチベット動乱については、チベット同胞に告げる賞を発表し、私は必ず全国の軍民を率いて、期日を訳して、 大陸であなた方と合流し、あなた方を救うと明言した。その後も、大躍進政策の失敗による中国大陸の飢餓やチベットの惨状が亡命者により明らかになるにつれ、小介石はこれを救済することに使命感を持ち、大陸犯行にますますのめり込んでいった。大陸犯行の具体的な検討が開始されたのは1952年頃であり、 1955年頃に長期計画化。1956年からは、石イ,イ実践学者が計画の再検討を行い、陸軍副総司令の小玉木により研究班が組織され、1957年6月に中高計画室が設立された。1960年12月29日、大躍進政策の失敗に乗じて、 大陸の解放を翌年に行うことが決定され、1961年4月1日、行政院に国密作業室が設置され国密計画が始動した。これにより陸軍は、陸工作業室の下に、光化作業室と成功作業室、武漢作業室を、海軍は、光明作業室の下に、広明作業室及び明けぼの名作業室、龍頭作業室を、空軍は、 経典作業室のもとに旧大空作業室と対応作業室をそれぞれ設置し作戦計画を作った。1961年秋より国軍部隊の訓練が本格化し国防部に戦地政務局を行政院に経済動員計画委員会をそれぞれ設置、さらに招集兵の除隊が延期され予備役も招集させた。 1961年11月に開かれた中国国民党第8期中央委員会第4回全体会議では大陸反共攻防革命運動を中心任務として思想戦、心理戦、組織戦、群衆戦、情報戦、行動戦を展開することが決議され中国大陸内部の不満分子と大陸外部からの軍事行動を結合させて 大陸反抗を実施することが確認された。1962年初頭からは国防税の徴収及び中国大陸への武器の空中投下が実施され、ほぼ準備が整った。1962年の元旦に小解析は演説で国軍は反抗作戦を準備済みであり、いつでも行動を開始できると述べた。計画では第一段階として、 福建省及び関東省の沿岸部の選定地区に対するパラシュート部隊や海上突撃部隊の特殊作戦によって大陸民衆の放棄を誘発する。第2段階として空挺部隊及び海上部隊の奇襲作戦により共闘法を確保。第3段階として上陸作戦により河南の内陸部へ進行するというものであり、段階ごとの指揮系統が練られていた。 一方、人民解放軍との数的不利は、共産党政権の暴政に対して、不満を持つ民衆が国民党軍の軍事行動をきっかけにして放棄することで解消できると考えられており、また、それが作戦そのものの成否を左右する大きな条件であった。第一段階の開始は1962年10月が予定されていた。1962年5月末から、 中国共産党中央政治局と人民解放軍は動員作戦の準備を行い、6月10日には小解析の軍隊が近い時期に大規模な上陸作戦を行う可能性があると警告を出し、核軍区から復権前線への部隊の移動と対象地域からの一般人の避難が行われた。復権前線への動員は朝鮮戦争以来最大規模のものであり、 7個師団から12個師団の兵員40万人から50万人の陸軍兵力に加えて、名戦闘機300機、小型集艇や潜水艦300隻以上が配備されたと推測されている。以下の数字は1961年から1962年にかけてのもの。以上のように陸軍兵力と空軍兵力では人民解放軍側が圧倒的に優位であり、 海軍兵力がかろうじて互角だった。国密計画の問題点として必要な揚陸艦と輸送機が不足していたことであり、アメリカの支援が必要不可欠であった。1962年1月から3月にかけて、小介石は中国国内で共産党政権の失勢に対する不満が高まっており、それを救うための大陸反抗に対する同意をアメリカのケネディ政権に求めた。 ケネディ政権は中華人民共和国が経済的に疲弊しつつも内部から大規模な反乱が起きることはなく無謀だと認識していたため、また小介析の大陸反抗が第三次世界大戦を引き起こすものだと認識していたため、回答は引き延ばした。ケネディ政権が明確な回答を避けて引き延ばしたのは、明確に拒否の意向を示すと、アメリカ政府内外の高派の反共主義者、 特に台湾の国民党政権と独自の外交チャンネルを持ち、アイゼンハワー政権以来の巻き返し政策を支持する CIA や軍部の反発が予想されたこと、また国民党政権が大陸反抗においてアメリカの支援が期待できないと判断すると勝手に単独の大陸反抗を実行する可能性があったためである。5月からの人民解放軍の大規模な 軍事動員が開始されると、ケネディ政権は国民党の軍事動員への牽制だと判断したが、これが1958年の第2次台湾海峡危機に続いて新たな台湾海峡危機を起こすつもりである可能性も排除できなかった。このため、ケネディ政権はいくつかの外交チャンネルを通じて中華人民共和国側の意向を探り、また、 アメリカが蒋介石の大陸犯行を支持しないことを伝えようとした。6月のワルシャワでの米中の中ポーランド大使の非公式会談で中国側は先制攻撃を受けない、限り台湾への攻撃は実施しないと伝え、米国側は国民党政権の大陸犯行を支持しないと伝えた。1962年6月、法岳史周参謀総長は、古総統夫人英長に、 大陸反行の結構日が期限不明で延期となり、おそらくは翌年になったと伝えた。9月新任の中中華民国大使のアランジーカークが台北に赴任し、蒋介石との会談で国民党政権の大陸への軍事行動は、米下相互防衛条約により、アメリカの事前承認が必要なこと、今後中国大陸への工作については共同委員会を設置すると伝えた。 小解石が抗議するとカーク大使は、米価相互防衛条約の破棄とそれに基づく、各種援助の停止をほのめかした。この会談により、ケネディ政権は、大陸反抗の引き延ばしに成功した。大規模な大陸反抗作戦を延期せざるを得なく、なった、国民党政権は、小型のモーターボートによる、大陸東南部沿岸への襲撃に移行していった。 1962年10月から12月にかけて人民解放軍は関東省沿岸において国民党軍の9回に及ぶ海上突撃を阻止し172名を殺害、終定3隻を撃沈した。12月10日付の人民日報は国民党軍の海上突撃を完全に撃退したと発表した。1962年以降も小海石は 大陸反抗の実現を探り続けており、揚陸艦艇の建造計画や空挺手段建設のためのパラシュート訓練を始めていた。1963年1月に小解析は再びアメリカに対して大陸反抗を打診した。この時には、この種の軍事行動は中国における国内問題であり、 他国には関係のない主権の行使であると表明し、米下相互防衛条約の適用範囲以外だとした。この時までに、ケネディ政権は政府内の大陸反抗に賛成的な意見を封じ込めていったため、国民党政権に対して、これからも台湾国民党政権を支援し続けるが、そちらが当てにしている大規模な反乱が中国国内で起きるとは考えにくく、 見込みのない大陸犯行には同意できないと明確に回答した。1962年のワルシャーでの会談以降、中国の共産党政権による台湾解放が近い将来を起こる可能性はなくなり、むしろ国民党政権による暴発的な大陸犯行により第三次世界大戦が起きることが懸念材料となっていた。 また国民党政権側でも1963年初頭に中国大陸からの亡命者500人を対象とした聞き取り調査で共産党への不満は高まっているが反乱を起こす兆候はないという結果が出た。1963年9月に小渓国が渡米し、ケネディ大統領ら米政府首脳と面会し、大陸反抗の受け入れを再三訴えたがこの時には、 中国国内の状況ではなく中祖対立を持ち出し、大陸反抗の後期だと主張したが、ケネディ政権は今の状況で大陸反抗を行えば、中祖対立が解消されて逆にソ連は中国の共産党政権を助けるために介入するだろうと見ていたので、逆効果であった。1963年以降も国民党軍は、 海計画による中国大陸沿岸への小型集停による襲撃を継続していたがそのほとんどが撃退された。1964年10月16日に中華人民共和国は初の核実験に成功した。この時点で大陸反抗は不可能なものになりつつあり、小解析もこのことを認識していたが人民解放軍が 核兵器とその運搬手段を含めて実用化し実戦配備するまでまだいくらかの猶予があると見ており、ますます数年以内にアメリカに頼らない単独での大陸反抗作戦を実施することに傾倒していった。1965年6月には、商工用にポケットサイズの反抗作戦マニュアルが配布された。1965年8月6日、 福建省東山東沖で海上突撃部隊の支援を行っていた国民党海軍の検問と昭恵が人民解放軍の魚雷艇の待ち伏せを受け相次いで撃沈されるということが起きた。これが東山海戦である。これにより、劉広市外中華民国海軍総司令の隕石事態と国防部の人事一新に発展した。 小解析もこの海戦以降作戦会議に参加する回数が激減し、国密作業室も作戦計画室に改称し、小規模な襲撃作戦や特殊作戦の指導組織になった。11月14日にはカラス沖でも海戦があり、国民党海軍の不設点が人民解放軍の魚雷艇により撃沈された。この二つの敗北により、国民党政権は、 大陸犯行を事実上放棄した。その後も国民党政権はアメリカの同盟国としてベトナム戦争に介入するという名目で北ベトナム支援の拠点となっていた関東や後世への上陸作戦による大陸犯行を立案し、1966年9月から1967年3月にかけてアメリカのジョンソン政権に対して 大陸反抗の実施と米軍による海空支援を打診したがアメリカにしてみればベトナム戦争が対中戦争に拡大することでありにべもなく断られた国民党政権がアメリカに大陸反抗を提案したのはこれが最後となった国民党政権が期待していた中国内部における反乱は実際に勃発したがそれは 自身の復権を画策した毛沢東とその影響を受けた公衛兵による文化大革命という全く予想していなかった方向へ進んだ。1970年以降は大陸への襲撃作戦は二度と実行されなくなり、1972年7月20日に国密計画室は正式に撤廃された。また、 小介石は1969年に交通事故で負傷した影響もあって、第一線を退き、息子の小渓谷が権力を引き継いだ。折しも、国連における中国の代表権が中華人民共和国に移されたほか、アメリカが中華人民共和国との関係改善を模索するなど、台湾を取り巻く情勢が変化し、台湾の孤立化が鮮明になっていた。 こうした中で権力を掌握した小渓国は実現性に乏しい大陸反抗に見切りをつけ、十大建設に代表される台湾の経済発展に軸足を移したこともあって、国民党政権は大陸における主権回復を諦め、台湾と宝庫諸島、福建省の一部当初のみを統治する事実上の独立国家として再出発することになった。ありがとうございます。